時刻は8時を回りました。 FM 小座をお聞きの皆さん、おはようございます。11月7日マイオアシス、これから2時間生放送をお送りします。沖縄市中央パークアベニュー入り口、国道330号線沿いにあります FM 小座のスタジオから、私アズと、おはようございます、山内がお届けします。さあ無理やり感すげ、無理やり感すげ。そうですよ、月曜日の朝はですね、無理やり元気出していかないとね。テンション低いですので上げていきましょう、上げていかないとね。はい、決まったね、日曜日なのにね。いいえ早いな。昨日ですね、実は、昨日家族でだったの。そうなんですよ、東京に行くことになって。あー、その買い物。そうなんですよ、ディズニーめっちゃ寒いという噂があっていいね、この時期のディズニー。そう、デジ寒いんでしょ。最高さ、最高さ。じゃあ寒いんでしょ。しかもあっち千葉だったら寒いかな。寒いってよ。寒そう。ちなみにミッキーによるとめちゃめちゃ寒いと、うん、でうち貧乏だから洋服があんまないと、うん、だからちょっと奮発して買いに行こうつってのユニクロ。あーね、昨日なんかとってもニヤニヤしてるなんかパパ感ある人が目の前、レジの前にいてからなんか良かったですよ、雰囲気とっても。だからいいパパだったね。そうそうそう、パッと見て、あ、アズレジにいるやつさと思って探してたわけさ、うん、どこにいるかなって。そうそう、どこにいるかなって。で、あって思って、もう知らんパーしようと思って、うん、知らんパーできてなかったなんかもうこっちどっちも見てないけど、めっちゃ笑ってるから絶対アズのこと見た後だろうって思うぐらい笑ってたからね可愛かったね。そうですね、うん、あんちゃんね、あんちゃんね、うん、うちのあんちゃん超可愛いからよ可愛かった、癒されたいいな、ね、家族の日曜日。しかしあれですね、あなたはユニクロの現場だとなんていうんかな、普段と違っていい感じでしたね普段と違ってっていうのもあれだね本当、普段とまたちょっと変わって。ほう、それ言われたの初めてですよ。なんだろうな、なんかいい感じでしたよ。あ、本当ですよ、うん、普段ほら、あ、喋らないからかね。何が、あの無駄に喋らないから。そうそう、喋ってると俺ちょっとおバカな。あ、そうだよねそっか、バレちゃうからねそうだね、そうだね、無駄に喋らないからね。うん、なんかね、しっかりしててシュッとしてましたね、なんか雰囲気がね、うん、よかったですよ。いいね、これからもそうしようかな。そうしようかな、無理でしょ無理だね、うん、やめようね、やめようまあまあそんな感じでいい感じでしたね。昨日おとといとね、すごいいろんなイベントがあって。ああ、何です。沖縄市でいうと、うん、モーターショー。ああ、あれ沖縄市だったんですね。行きました。うん、あんまり車とかモーターには興味がない。そこだよね、うんただいろんな人の写真見てたら、ね、なんかレースクイーンと絶対言うと思ったね、あの撮ってて、みんな乗せてたね、男の方たち、うん、ニヤニヤしそうで男性の方々乗せてた。あれ、レースクイーンはどこの方なんですか ね、内地の方、あれ沖縄の方ね。しかもどこであのレースクイーンになれるのかな、このいきさつというか、ちゃんとあるのかな、オーディションとかが。さすがに水着になるからね。そうだよね、ちょっと難しいんじゃない難しいそうだね、あのね、目指すべきところじゃないね。そうだね俺も止めるはずだまずケンケンに止めれっていうやつあれすごいよね、とってもナイスバディの方々がやってるもんね。そうだね、うん、だからちょっと行ってスカウトすればよかったなと思ってあ、こっちに、また8時5分だからね、5分だからね、気をつけて、気をつけて本当に。で、うん、そういうのがあったり、あとモンパチフェスもあったんですよ、うん、昨日一昨日か、うん、確かになんかいろんなの載せてたね、みんな。そう、重なってどっか来ましたユニクロだけ、うん、ユニクロもなんかお祭りのように賑わってましたね。そう、でもまた今月のユニクロ11月の後半に、うん、なんかユニクロとしては大きいイベントがありますよ。うん、あの何も言わないでください、そんなユニクロからお金ももらってないのに大きいイベントがあるからね、告知させませんよ、来てくださいねユニクロいいですね、土日皆様。いいね、そうですね、本当ね、うん、皆さんあれしていろんなイベント行きました。そのイベント類には家族イベントだけですか。
僕なんかね土曜日はちょっと用事があっていろいろバタバタしてたんですよ、うん、仕事とかで、うん、昨日はもうちょっと、うん、家族とあまり過ごせてなかったから、うん、もうどこにも行かないって決めてました、うん、一日癒すって、はい、あいいね。で昨日はね10時まで寝てて朝。あ最高さ、うん、びっくりしたよ。なんか日曜日感あるね。10時ぐらいまで寝て、そうそうそう、ゆっくり起きて家族で出かけるみたいな。ただ家族はその前に、うん、このうちの地区だけの運動会があったわけさ。おえそれ行ってたの。それ行って俺だけもう寝てじゃあ一応行くよっていうのは聞こえたんだけど、もう眠たいっつって、うん、元気だね。あの皆様山内さん以外の。そうそう元気すごいよ。え朝から地区のじゃあ運動会何時からあったんです。何時かな、分かんない、9時とかじゃない。あすごいね。普通にそうそうすごいわけ。あれも良かったっすよ。でも何、午後は俺午後から起きてったわけさ、うん、よかったよ。何が。地区の運動会。あおまだやってたんです。うん、おじとかがこう元気に走ってた。走ってた。おじが走ってた。走ってたよ大丈夫こんな足で心配だな、はい、まあまあそんな感じの。いいですね。どうせだらだら喋るっけよ。うん、行く次。次行く、うん、だらだら喋る、うん、どっちもいいどっちもいいそんな感じでやってたんですが、はいはい、昨日ね10時まで久々に寝たら頭痛くなった、うん、え10時で、うん、寝すぎてってこと。寝すぎてやっぱダメだね。もういや頭にはいいよ。でも頭痛いんだよずっと。頭重い、ずっと痛いっていうか重い。あれじゃない、違う病気じゃない。わおあんちゃん残して死にま、死ねませんね、僕はまだね、うんうん、今とってもいいとこで噛んだよね。噛んだねいや死にましんって言うのかなと思ったね言うと思ったまあ不思議ですね。10時まで寝るのすっきりしますけどね。そうでもないっすよ。たまにはゆっくり寝たら。それでも寝るかな。いつもそんなに寝ない人がいっぱい寝たら頭痛くなるのかな。頭痛くなる。重くなったもん体が。頭が、頭がもう違う病気じゃない。わおまたっくり返すの止めよう。はい、はい、まあそんな週末でしたが皆さんはどういかがお過ごしでしょうか。そういうメールもお待ちして5つ今日のテーマ、はい、手紙です。はい、手紙でございます。手紙書きました最近。もう文字書いてます。まあまあまあ僕のエピソードは取っておきましょう期待しようちょっといろんな僕は手紙に関するあれがありますので。なんでございますか。なんでございますか。とっても気になりますね。最近、手紙を書かない人がもちろん増えている。前からだったと思うんだけど、ね、このメール全盛期のこの時代、ね、本当もう今なんかもう全盛期すぎて。でもなんかよく時代って回る的な感じ言うじゃないですか。時代は回るね。でもさすがにこれはなくならないかな。 SNS たちはもう。そうだね、もう無理よね。無理だね。これないと仕事もできないしね。仕事もできないかねそこ乗ってきてほしかったな今あの LINE とかがないとってことね。 LINE とかこの電気系の通信系がないと。電気系もう今の状態から何かを省くって無理じゃない仕事してて。まあね、電話とかメールとか、ね、LINE も最近グループですごいですから ね職場内とかの連絡取り合うしね、うん、本当にさ今グループがすごくて、うん、いっぱい入ってるんですよだからあれ会話とか入ってなくてもあのめっちゃピコピコなるみたいな感じ。なるみたいな感じで、ほら新参者だったりするともうここの雰囲気は出来上がってるから、うん、なかなかね。もうあれは一回開いてとりあえずリセットしてからもう見ないよね。見るそういうの見ますよ。僕は仕事上のこのあれですからね。僕はちゃんと見ますあー見る、はい、よかったですね今ちゃんと言って、はい、まあ多いですがあの手紙にまつわるエピソード、はい、はい、バンバンお持ちしております。はい、メールアドレスは761@fmkoza.jp
761@fmkoza.jp までお待ちしております。そうです、この番組ではリスナーの皆様からのメッセージや曲のリクエストもお待ちしております。またメッセージやリクエストは FM コザホームページから直接送ることができますので、番組表の番組名をクリックしていただくとメールフォームが開きますので、そちらからもお気軽に参加してくださいね。はい、そしてコメント早速、はい、ちょっと紹介させてください。栗吉さん、おじさんは寝すぎるとダメなんですかっこ笑い、おはようございますということでおじさんってもう江本さん、はい、もう知ってる、言われなくてもねかなり自覚してます、そしてセックス&ピースさん、初めてかね、おはようございます、これから朝のゴミ捨てに行ってきますということで、お偉いね、セックス&ピースなのね、偉いねそしてサイガーさん、イベント行けなかった昨日は娘の幼稚園の日曜参観と40周年記念式典に参加したということで、いいですね、いいですね。そんなサイガーさんから毒舌を吐かれてますね。山内さん、レースクイーンに相手にされないよって来てますねでよ、はい、まあねそんな急にさ、現実を突きつけられたらちょっとね困りますけど ね、夢見たいんですよ、夢見てたいもんね、そうそうそう、うん、してして、してFM コザではユーストリームとツイキャスで映像と音声も配信しています。 FM コザのホームページから簡単に見ることができるので、そちらもお楽しみください。はい、今日も8時から10時までの2時間生放送、元気に楽しくお送りしていきますので、皆様最後までお付き合いください。
お腹ブヨブヨなんですか。お腹ブヨブヨ。お送りした曲はキノコ帝国で、海と花束でした。でした。時刻は8時18分を回りました。沖縄市中央パークアベニュー入り口、国道330沿いにありますなんて FM コザのスタジオから、私アーズと山内がお届けします。言えなかった今、言えない、ね、国道330号線、極道、国道、国道330号線、沿い、そう、当たってる、当たってる、うん、どうした。ではこの時間は沖縄地方のお天気、道路交通情報をお伝えします。はい、まずはお天気からお伝えします。そうですよ、本日は晴れのち曇り、うん、で日中の最高気温は28度、うん、暑いね。あ、でも昼間はまだ暑い、昼間は暑いね、風はひんやりちょっと、うん、でも太陽が暑い、太陽は暑い、全部正論だった人まずまあ普通ですか今アーズは正論を目指してるんですか。そうそうそう、今 T みたいだね、絶対ん？ん？絶対んって岩さんこうと思って、あ、じゃあ俺うんうんっていうタイミングをずっと見計らっとくからさでも今の絶対うんって言いましたよね、アーズの勝ち。そうだねいや、降水確率が朝の6時から夕方6時までが 10%、うん、夕方6時から夜の12時までが 20% となっております、うん、正論だね、降らないね、うん、でしょ、正論、うんまた本島中南部と本島北部の沿岸の海域では、明日にかけてうねりを伴った高波に注意してください、うん、また沖縄本島地方では、本日空気が乾燥する見込みです。そうですね、火の元、火の取り扱いに注意してください。もうそういう季節ですね、皆さんね、本当に火の取り扱い注意しないといけないです ね、乾燥しているのでね、やっぱり本当にそういう季節になりましたね。いいよね、でも急になったよね、急になったね、また暑くなるという噂流れてるよね、うん、あ、でもその噂過ぎたんじゃない。あ、そうそう、週末だからちょっと暑かったもんね、確かにね、うん、確かに、あのお昼ね、お昼ちょっとだけよ、でも、うん、俺全然あれば暑さに入れないですねあ、そう、うん、寒かった、
寒かった寒かった暑さにも弱さにも弱い山内だからね。暑さにも弱さにも弱いよね。うん。何で繰り返した。いいよっただろ。暑さにも寒さにもでしょ。なんて言った？弱さにも。俺意味がわからん聞いてる人。意味がわからんかったね。うん。以上。以上。お天気情報でした。では、全国のピンポイントお天気をお伝えします。はい。なんとメールで来ております。ピンポイントお天気。勝さん、勝田さん。これそのまま勝田さん今度からねあれした方がいいかも。ラジオネームみたいなの作ってね。そうね、うん、勝田さん、あず山内さん、リスナーの皆さん、おはようございます。静岡、朝晩だいぶ寒くなってきました。今日の三島市の天気は晴れ、降水確率がなんと 0% 最低気温8度、最高気温17度。もう真冬、とてもいいお天気ですよ。いいね。でも最高気温17度もあるんだよ。過ごしやすそうじゃない。うん、とっても日とってもひんやりしてるけど過ごしやすそう。いいねいいね。静岡とかいいね。なんかこうお茶の匂いがしそうだね。しそうだね。うん、富士山を背景にね。富士山背景に。富士山はよく見てましたか？ちょいちょい見てた。うん、でも学校から見えましたよ。どうだった？何も思わなかった。一番でも初めて見た時は感動した、うん、だろ、山って思った。俺も思ったね。え、感動する。でかって思った。でかって思った。超でかいな。なんか死に上まであるさ。超でかいよね。うん、うおーだよね。想像以上にでかいですよね、うん、あと想像以上に、うん、結構感動した。あ、うん、うん、はい、西川さん、那覇市坪屋は快晴ですということで、ルドルフさん、はい、さあ、おしゃれな紫のネイル、あずちゃん、チラミーマーで、あと半年の山内さん、大阪秋晴れかも。今は10度弱、最高気温19度。いいですね、いいですね。NUJ さん、今朝の横浜は晴れ、予想最高気温15度でありますということ。今日全国的に晴れてるんですね。本当ですね。うん、ちゃんおかさん、あず山内さん、皆さんおはようございます。おはようございます。立冬の名古屋の朝は快晴、秋も終わり、始まり、冬の始まりが来た、寒さの感じる朝ですということで、いいですね。いいね。なんすかね、この感じ。沖縄は秋ありましたっけ？あ、今秋ですよ。今秋かカッシーさん、山口県宇部のお天気、13度、快晴。やっぱ全国的に晴れてるんですね。カッシーさん、はじめましてっぽいけど。ね。うん。ありがとうございます。カッシーさん、ありがとうございます。ちなみに、サイガーさんがね、今度、アズのいるユニクロ行こうっとって言ってますね。来てください。めっちゃいますよ。うん、いい感じだったんでしょ、山口さん。いい感じでしたよ、アズ。なんかね、しっかりしてた。ちょっと働いてますよ、ね、びっくりしました以上、全国のお天気をお伝えしました。はい、道路でしょ。ではでは、道路交通情報をお伝えします。続いて道路交通情報、まずは沖縄自動車道からお伝えします。お、ですね、うん、上りで巨大インター付近から宜野座インター付近で工事で第一走行規制となっております。うん、これ上下線ともに第一走行規制です。はい、それから金インター付近から石川インター付近、こちら上りで工事規制中となっております。それから金インターから石川インター、こちらも工事、長い工事規制中となっております。うん、以上かな。以上。あと一つあります。下り龍大バス停付近で工事規制中がございます。気をつけてください。はい、そうですね、気をつけてほしいですね。続いて一般道ですが、はい、ですね、沖縄市内は目立った混雑渋滞はないんですが、国道329号線戸口交差点、ここはですね、維新田から戸口交差点にかけての、長い区間渋滞しています。そして国道330号線ズケランまでの、区間ですね、維新田からズケランまで、渋滞が起きています。また国道58号線、
牧港からぐすくままで長い渋滞が続いています。そしてぐすくまから牧港、これは北向きも渋滞しております。皆さん気をつけて通行してください。はい、では、FM 小座からこちらから見えるお天気は、とっても快晴ですね。快晴ですね、今日は。とっても快晴で、車なんかちょっと多くないです今日。んー、でもないですね。いつもよりは。いつもぐらいです。いつもより多いでしょ。いやいや普通でしょ。いつも車1個もないさ。あれ9時台じゃない。じゃあいつも通りです、今日も車の状況も。否定されますね。でも快晴はほら当たってたから。あってるでしょ、うん、とっても快晴ですね今日も。はい、はい、では以上、道路交通情報とお天気情報をお伝えしました。お送りしている曲はもう冬といえばこんな感じかな。もう冬ね。平松恵里の素敵なルネッサンスでございますが、メール来ております。今日のテーマは手紙、はい、でございます。はい、お、メールではあずから読みしますね、うん、あずさん、山内さん宛て、おはようございます。あずさん、山内さん、よんなよんなのつかぴーです。あ、いいね、よんなよんなでいいよ。スカピーありがとう、うん、テーマ手紙。手紙は僕はよく書く方だと思います、うん、確かに。ラジオのメッセージも便箋書いたりしていますね。また書きに来てくださいね、早くね。あれ恋しいよね。あれ恋しい。スカピーのお手紙読みたいな、早く。スカピーさ、しかもこの便箋を凝ってるさ、うん、かわいいよね。かわいいよね。女子力がアーズよりも3倍ぐらいあるっていう。3倍も1ミリぐらいかなと思った。噂噂噂ね。なんで倍ってやってんのにミリに直すわけ単位を。、うん、そんな変わらんよ、つかぴーと女子力。そうっすか、うん、アズ女子力ある。あるよ、アズ料理できるのに。やろうと思えばできるっていう女子力いるよね。いる。、はい、頑張りましょう、はい、でもつかぴー本当にね、あの4な4なね、うん、すぐ言ってほしい、ね、早く元気になってほしいからね。そうですね、元気な顔また見せてください、はい。続いてジェームスさん。これカッコは言うの言わんでいいか。ジェームスさん、おはようございます。アーズーさんには初めて投稿します。
今出社してラジオ聞いています。今日も一日頑張れそう。これからよろしくお願いします。今度スタジオに行きます。ということで、ありがとうございます。ぜひぜひね、ぜひぜひ。ジェームスさんは外人かね日本語上手だね。上手だね、うん、いいですね。ありがとうございます。ぜひぜひ遊びに来てください。続いて、はい、チャラチャラ AKB ファン。お、出ましたありがとうございます、うん、早いな今日早いね、うん、なあなあ山ちゃん、あずあず、マイオアシスお聞きの皆さん、おはちぇーす。やっと風邪が治ったと思ったけど、はい、風邪ひいてたの AKB ファンさん、ね、土曜日に平井葵ちゃんが大阪に、平葵ちゃんが大阪に来てたからミニライブ飛んで行ったさ。載せてたね、あのフェイスブック。そうなんだ、かわいい方だったね。うん、かわいいよ。ミニライブ終わって思い切って葵ちゃんに声かけて、うん、少し会話して握手会してもらって長めに握手したさ。やっぱ有名リスナーやから喜んでくれたさ。俺もめっちゃ嬉しさのあまりに、ただいまヒートオーバーヒート中今日は AKB ファンはダウンだぜダウンなんですか今日。ダウンなの。うーん、おかしいね今お仕事向かってるのかな。そうなんですかね、今日はお休みですかね。ね、まあ、あまり無理せず、はい、今日もテーマもね、テーマについてお待ちしておりますよ。この人手紙とかもいっぱい書いてそうだけどね。あ、確かに気になるね、うん、でももう主にこれかな、まあ、メール、うん、そうだね。手紙書くかな、やけびファンさん。いやでも小学校の時とか書いてそうだよ、マーメイだから本当にマーメイ懐かしい。じゃあまた後からもお待ちしておりますね、はい、ありがとうございます、続いて小座之助くん。山内さん、あずさん、皆さんおはようございます。おはようございます、うん、土曜日の夕方初めて一人でレジ担当でした。早くない？初めてのレジってめっちゃ緊張するよね。でもさ、入ってすぐレジな、そのもん。あのさ、人によってだと思うけど。だよな、俺なかなかレジ任せれんかったよ。あのそのタイプいる、特に男の子とか俺全然任せれんかった。あの半年後とかに急にレジに、うん、やっとレジって子もいるし。うんうん、そのタイプ。俺1ヶ月以上かかったね、バイトであずすぐレジタイプ。うっさーんほんとまあ、しっかり封じだったからね。でしょ、休日の夕方でお客さんが多かった上、最初に来たレジに来たお客さんが外国人のお客さんだったのでテンパりました大変だねその上外国人だからよ今日のテーマ、手紙。本気なやつは最近全く書かないですね。年賀状とかも書くことは減ってる気がします。そうだよね、年賀状とかも電子系になったもんね、うん、あと一気に携帯が普及してからに、うん、明けましておめでとうも全部メールになったの分かります？あ、分かる。でメールがパンクするみたいな、あの正月、うんうんうん、あれぐらいから年賀状減った気がする。でも俺あんまりこの2、3通しか来ない。多分中学生とかだったからだね。あ、そうなの。もう超来た。でももう最初送れないんですよ、うんうんうん、小学校まで年賀状とか書いてたけど、もうそれぐらいから書いてないかも。あは、大変だね年賀状ぐらい書いてよ、ね、まず待ってるよさ、そしてメッセージカードはたまに書く程度です。最後にメッセージカードを書いたのはてんてんてん、ダメだ、お酒の力を借りと借りないと言えそうにないのでFM 小僧の忘年会の時に言いますね、笑い。それでは今日もよろしくお願いいたしますということ。出たよ小僧の好きさんのさ、こういう感じうまいね。言わないわけよ。うまいでしょ。これ気になるな。気になるよね。小座之助上手だな。上手だよね。なんでこのテクニック山内さんに教えてくれない。本当に俺もじゃあ気にならすようなこと言おうか、うん、言ってよ。でもお酒の力借りないと言えそうにない。まんままんまダメダメダメ、あんま気にならない。気にならないそっか、そうですね。はい、まだまだ、ありがとうございます。まだまだメールお待ちしております。メールアドレスは761@fmkoza.jp、 761@fmkoza.jp までお待ちしております。はい、CM の後まだまだ続きます。それでは CM 振りを、あずさんよろしくお願いします。何振りです？CM。CM 行きまーす。普通。
時刻は8時37分を回りました。この時間は琉球新報沖縄タイムスの朝刊から記事をお伝えいたします。まずは琉球新報市町村面よりお伝えいたします。科学の目、磨く、観察、試作、楽しさ、実感。沖縄市教育委員会と沖縄こどもの国は10月30日、本物への触れ合いと体験が科学の扉を開くをテーマに沖縄市体育館でサイエンスフェスタ2016を初めて開催しました。会場には市内外の研究機関や学校、民間企業などが蜂蜜を使ったろうそく作りやプラネタリウム、顕微鏡での微生物観察など約40の多彩な体験ブースを出展。訪れた多くの子どもたちは科学の楽しさを肌で体感しました。続きまして、沖縄タイムス地域面よりお伝えいたします。高齢者の見守り、介護支援、協会連携。市社会福祉協議会は10月7日、県介護支援専門員協会沖縄市支部と地域の高齢者らを見守る地域見守りネットワーク事業の協定を結びました。同支部は市内の委託介護支援事業所44社で構成し、正会員は95人、支部長は既存の各事業所と連絡網を活用して、社協と新たな連携を取ることで、これをきっかけに地域と密に連絡してやっていきたい、具体的な支援策を模索していきたいと述べました。続きまして、沖縄タイムス社会面よりお伝えいたします。無線ヘリ直撃で死亡、65歳男性自ら操縦。6日午後3時44分ごろ、うるま市葛連の造成地で沖縄市合わせの男性が操縦していた無線のヘリコプターが自身の顔面に衝突しました。心肺停止の状態で病院に搬送されたが、午後4時55分に死亡が確認されました。うるま署は操縦を誤ったとみて調べています。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスから記事をお伝えいたしました。時刻は8時41分を回りました。沖縄市中央パークアベニュー入り口、国道330号線沿いにあります FM 小座のスタジオから、私アズーと山内がお届けしますいる山内がお届けしますなんか言ってくださいあ、このコーナーですね。今日は何の日のコーナーです。そうです。まずは沖縄手帳からご紹介します、うん、本日7日月曜日、水のと実の日です。旧暦が10月8日、うん、満潮が12時29分、はい、23時38分、うん、干潮が干潮が5時25分、ね、18時12分、はい、で、本日沖縄にこだわり続けたニュースキャスター、うん、
筑紫さん、筑紫さん、うん、が亡くなった日だそうです。あら、そっか、筑紫さん今日だったんだね。2008年、うん、ダンディーですよ、ダンディズムですね、筑紫さんはダンディズムの方。そうです。それからですね、うん、その他は、おあられせんべいの日。お、なんでわからない。あられせんべいの日、あられとせんべいの日だそうですよ。うーん、あとルーズベルト大統領4期目に1944年ははお、東京国立博物館開館1931年。おおぐらいですかね。おか、これまあいいかぐらいですか、ぐらいですか、ぐらいですね。うん、誕生花がマリーゴールド。マリーゴールド、花言葉別れの悲しみ。あら、何ですか切ないね、別れの悲しみだそうです。以上、早いね今日。以上、今日は何の日のコーナーでした。時刻は8時44分を回りました。はい、今日のテーマは手紙でございます。手紙、ですね、手紙ですが、この例えば、うん、今なんていうかな、 LINE じゃないですか。 LINE だね、 LINE ですよね。 LINE、 例えば気に入りましたと。はいはいはい、はい、初見でね、初見気に入りましたと、はい、で電話番号聞きますね、はい、で LINE も知りますね。はいはい、したら LINE から行くじゃないですか、うん、あえて手紙の場合どうですか。いや、びっくり。いや、 LINE から行きましょう。気持ち悪いでしょいきなり手紙来たらどうする。ちょっと知り合って、うん、まあまあまあ、ちょい知り合いですよこれ、うん、手紙いきなり、うん、ピーって手紙ダメよね。ダメ、うん、ダメダメよね。てかさ、今もさ、うん、LINE とかメール、なんか LINE ってさ、うん、楽しすぎてない、みんな急なんかさ、急に LINE に戻るんすか。ちょっと前はさ、うん、LINE がまだ復旧してない時ってか、もうスマートフォンじゃなくてみんなパカパカのガラケーだった時代とか、はいはいはい、メールアドレスさ、はい、メアド聞くのめっちゃ大変だったの分かります。大変、大変さ、大変だったね。そういえば大変だよ。メアド教えてとか、この友達を通してとか、誰のメアド教えてとか、勇気超、絶対誰かにバレるから。バレるね。なのに、うん、もう今は LINE、 LINE もバレるんじゃない。クラスとかに、いや、バレないさ。クラスの LINE 作ろうってなったら、あは、みんなわかるのか。そう、みんなもう全員一気にわかるから、一人に速攻、誰にバレずに送れることもできるわけよ。すぐ別れるわけよ。しかも電話番号とか Facebook とか友達とかだったら、うん、すぐ入ってくるじゃないですか。え、そうなの。友達かものところに、あ、入ってくるね。とかでも分かるし、電話番号は分からんでしょ。電話番号、ただ LINE で電話できるからね、うん、しかも電話番号だけ登録したら LINE も入ってくるじゃないですか。そう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 、楽しすぎてないですか、ちょっと皆さん。あ、簡単に知りすぎた。そう、簡単に知りすぎじゃない。まあね、僕は山内部隊というのがいて、高校の時、うん、電話番号調べてこいっつって3人ぐらいやばい、自分で聞けや。いや、自分で聞けない相手がいるんですよ、うん、この、ね、だいぶ違うクラスとか、うん、俺のことを知らない人とか、うん、その人にわいっつってビビってるさ。え、ビビってるさ。いや、知らないもんだ。そっから電話して、うん、昔はね、電話から行くの。そうそうそう、緊張する。でも昔は、うん、そういう、もう携帯も何にもないから、もう電話しかないんですよ。誰々さんのお宅ですかみたいな。そう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 、誰々さんいますか、誰々さんいますか。あれね、バレる、親、まず親にバレるからね、あれはね。あれは辛いぞ、兄弟とかね、うん、あ、もうすごい今ほら、そう考えたら楽じゃない、 LINE。 楽だね、確かに。すごいわかるよ、しかも誰にもバレずに。そうだね、うん、誰もバレずにって。でもこの女の子が言うかもしれんさ、周りに。女の子は言うはずね。え、来たってば、絶対言うよね、キモみたいな
の子のさ、うん、この連絡もすごいよね。連絡もっていうか情報もすごいんだ知らんけどもそうなんだ来たってばってすぐ来るわけ。言う、あの多分男の男性の方々が思ってる以上にめっちゃ女子たちは情報を共有し合ってると思いますよ思ってる以上に。じゃあ何も言わんほうがいいな怖いなはい。ニーニーさんコメント、 LINE 最高さって来てますよ。 LINE は最高よね。ルドルフさん、 LINE ほとんど使ってない。ほう。ニーニーさん、 Twitter もすごいよ。これは DM ダイレクトメール。あのさ、うん、あと一個物申していい、このさ、うん、知らないさ相手とかにさ、うん、ちょっと前はなんか知らない人から来たら、うん、危ないっていう感じがあった。あったあったあった。でも今さ、うん、インスタとかツイッターとかダイレクトメール知らない人から来ても、うん、なんかそこまで抵抗ないっていうか、前と比べたら。どういうこと？あの、誰、危ないっていう感じじゃなくて、あ、すんなり受け入れられる。 やり取りする子が多い、そのままで、そのまま何、インスタからの出会いであったりとか付き合ったりとかも全然あるし。マジで？あ、送ってみよう早い。でも本当にあるわけ。前より抵抗がない、なんか壁作ってないっていうか。そうなんだ。俺なんてさ、でもダイレクトメール送るなんてさ、うん、やんなよ。なんか知らない人でしょ、一応知らない人なんて言うの、こんにちはみたいなとか、なんか写真見てめっちゃ可愛いですねみたいな。あ、なるほどね。いい写真ばっかりですねみたいな。わかった、一回ちょっとやってみますそれで、うん、あの経過報告しますね。楽しみ、やってよ本当に。やるやるやる、うん、いいね。ちゃんと自分の本当のタイプの人にね、本気度があるから。でも知らない人がいいよね。うん、知らない人がいい。知ってる人だと分かるもんね。うん、すぐあの情報早いはずを知ってる人だった。早いな、なんか気持ち悪いメール来たけどみたいな、ね、違う県の人がいいはず。県、県またご、あいないじゃん。でもさ、うん、このすごいのが、うん、結構周りにいるんだけど、うん、この沖縄同士とかは少ないわけ。違う県の方がダイレクトメールしてきて、沖縄で遊びに来たりとかこっちが行ったりとか。なるほど。それで遠距離だったりとか。あ、じゃあ違う県にしてみます。多いわけよ。テント頑張ろうかいさん、一郎は捕まっちゃうんだろうなって。なんでやねん、捕まるようなことしなければいいでしょギリギリの線で。あ、そうだねそうだねじゃないよね手紙で来てますね。花さん、今年39年生きてきた中で初めてファンレターというものを出しました、うん、素晴らしい。ファンレター出したことあります？嬉しいね。ない。ない。でも書いてみたい。書いてみたいな。ファンレター誰に書きます？書くとしたらケンケン。ケンケンにはファンレターじゃない、ラブレター書く。しゃびよえイラッときた今久々にイラッときた。ケンケンにはね、この愛のメッセージいっぱい詰まったラブレター書きますよ。いや、もう本当に実際書いたとかいう話ですよね。書いた書いた。最近なんて書いたんですか？いろんなこと書いたさ。例えば1個だけ言って。1個だけ、うん恥ずかしいからやめてもいいですか？いや、パッと思い出したから恥ずかしい。恥ずかしいあれだった、うん、冗談でも滑りそうなぐらいだったからやめる。いい？あ、そうなの、うん、当てていい、うん、私をあげます的な感じだろ、うん、違う違う、そういう系じゃない。そういう系じゃない。そっかあ、すごくないです、ファンレターの。そして返事も来たんだって。え、マジで？それとってもあれだね、嬉しくない？嬉しいね。うん、これあれかな、本人か分からんよ。あ、そうだよ、あのマネージャーさんとかがね、うん、代打で書いてるかもしれないよね、うん、代筆？代筆。でもさ、ちょっとなんていうの、あんまり売れてない人だったらあれかも、直接書いてるかも。それ嬉しくない？嬉しいね。ラブレターも一回出してみるか。ラブレター返事来たらとっても嬉しくない？出してじゃあ、俺が、うん、あのメールやるから、DM やるからあなたはラブレターやってみよう。誰に？福山。無理でしょ。無理かあるさ無理だね、望みがね全然ない。そうだな、結婚したしな。誰がいい？
沖縄のじゃん。あ、いいよ沖縄の。その方が返事来やすいじゃない。木山商店するか。あ、来るかな。際どいね。もうちょっともう誰が好きなの沖縄、うん、だ絶対男性。そりゃ面白くないだろ。そうだね、うん。この人だったらだから付き合ってもいいと思う人ですよ。沖縄でしょ、うん、沖縄じゃなくていいよ。じゃあちょっと番組終わるまでに考えておいていい。いいよ。じゃあ最後に発表ね。大塚健二さん手紙。中学の頃40年前、文通が流行っていてペンパルという本が販売されていました。北海道の人と 2,3 ヶ月していた。その頃はがき20円、封筒封書50円だったと思います。懐かしいということで、文通文通文通流行ったよね。やりました。やった。いっぱいやった。文通なんであんなに文通したのぐらい文通したよ。へえ。これは女性に男性でも女の子、あの違う学校のことをなんだ何友だったから、なんか言い方があってなんかいるんですよ。文友みたいな。あ、みたいな。でこの誰々の文友ってこの名前を書いて、また誰々の文友こうなって書いて、うん、なんか独特ななんかがあった。今考えてよくわからない、うん、なんかすごくないです。そんな手紙は残ってるんですか。残ってる全部。すごいね。机の引き出しに全部入ってますよ。机の引き出しに入ってるんですか、うん、このもう何中学校とかまで使ってた引き出しはもう触ってなくて、そこに小学中学のものが全部入ってる。手紙だったりとか。ラブレターはさ出したことありますか、うん、めっちゃありますよ。あの小学校の時めっちゃ書いてた。ラブレターだよ。ラブレター出してるわけ。あのさ、よく流行ってませんでした。付き合ってください、はい、いいえ、丸つけてなんか返してねみたいな。いやいや時代が違うからね。全く流行ってないですね。めっちゃ流行ってたんですよ。うそん。めっちゃ書いてた。ラブレター書くの趣味ぐらい小学校でめっちゃ書いてた。何それ。楽しかった。手当たり次第やし。超書いてた。楽しかったですよ。して、はい、来ましたか。来た来た来た。あ、そう。でもなんかもうそれ書くことが楽しいから。入ってきた。終わり。終わり。なんすかこの感じ。かわいそう相手。ていうかさ、何付き合ってくださいって書くわけ。そう、小学校で付き合ってくださいって書くの。みんな書くの。小学生でさ付き合って何すんの。そうなんで、でも今の子たち何すんのかな。あの時は、うん、なんかでも結構いましたよ、カップル。小学校の時もなんかカップルしたとして何するの。あの時何してたかな。だってあれもできるんでしょ。なんかちょっと遊んだりとか。でも今の子たちが付き合ってるとしたら多分結構行っちゃってるかもしれないよね。いやー、やめて。多分今の子たち早いと思う。いろいろやめてほしい。嫌だね。あずも自分の子供みたいに嫌だ。嫌だ。まだまだメールお待ちしております。メールアドレスは761@fmkosa.jp 761@fmkosa.jp までお待ちしております。それでは、小田之介くんのリクエスト、ハイドウィズスパイ、ハリーゴーラウンド聞きながら小田之介くんのメール紹介したいと思います。最後にメッセージカードを書いたのは前の人なので、ラジオの生放送ではご勘弁。これだけで山内さんには伝わってると期待してますということで。なるほど。メッセージカードってなんすかね。手紙とはまた別なのかな、ね、なんか名刺ぐらいの大きさのカードに書くみたいな感じかな。おほん、なんて好きですみたいな。誕生日カード的なのあるさ。そういう感じかな、メッセージカードって。なるほど。これさ、名刺交換して、うん、名刺やるさ、裏に好きですって書いてたらどう思う。あー、めっちゃキュンとする。嘘、キュンとするの。最初気持ち悪くない。最初、うん、怖い。最初怖い。最初あずに名刺交換的、うん、死に言うはずね。みんな見て、この人初めて会った時にさ、死に言うはずね。言うはずだ。普通に言うよ、ね、言うはずね。見て、気持ち悪い。だから好きです、付き合ってください、うん、はい、はい、いいえ。見て見て見て。NJ さん、週末は風邪気味で寝込んでました。皆様気をつけましょうね。チャー働きしてます。山内さんまたね。島あずきちゃん、今朝ものろけ話ごちそうさまということで。
お仕事行ってらっしゃいかな。そうですね、うん、9時台まだまだ続きます。ぜひ皆さん手紙にまつわるエピソード聞かせてください。聞かせてください。それでは9時台さようならさよならか、またあちゃや時刻は9時を回りました。ハイサイ沖縄シティのコーナーです。このコーナーでは沖縄市の役立つ情報を沖縄市の広報誌広報沖縄からお伝えいたします。ハイサイ沖縄シティ、このコーナーは沖縄市の提供でお送りします。まずはじめに暮らしよりお伝えいたします。納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です。国民年金保険料は所得税法及び地方税法上社会保険料控除として、その年の課税所得から控除され税額が軽減されます。控除の対象となる保険料は、平成28年1月から12月までに納められた保険料の全額、また配偶者やご家族の保険料、控除を受けるためには年末調整や確定申告の際、保険料を支払ったことを証明する書類の送付が必要です。郵送時期は1月1日から9月30日までに納付した方は11月上旬、また10月1日から12月31日までに今年初めて納付した方は平成29年2月上旬となります。詳しくはコザ年金事務所電話番号933-2267、市民課国民年金担当内線2133-2134までお問い合わせをお願いいたします。
続きまして農業者年金のお知らせです。3つの条件を満たせばどなたでも加入できます。安心で豊かな老後のために農業者年金に加入しましょう。条件は1、60歳未満、2、国民年金第1号被保険者、3、年間60日以上農業に従事していること。詳しくはお問い合わせください。お問い合わせ先は沖縄市農業委員事務局農政係内線2041、内線2041までお問い合わせをお願いいたします。続きまして沖縄税務署年末調整など説明会のご案内です。年末調整および法定調書などの作成方法に関する説明会を開催いたします。日時は11月16日水曜日午前10時から午後0時30分まで。場所は沖縄コンベンションセンター劇場棟。対象市町村は沖縄市、北谷町、読谷村、中城村。詳しくは沖縄税務署電話相談センター、電話番号938-0031、沖縄税務署電話相談センター、電話番号938-0031までお問い合わせをお願いいたします。続きまして平成29年度保育所入所案内についてお知らせいたします。受付期間は11月7日月曜日から30日水曜日まで。受付場所は保育幼稚園か保育係または在園している各園。なお保育所入所案内の配布について、在園児は在園している各園、新規児童は保育幼稚園か窓口で配布しています。なお期間以後の申し込みについては空き待ちになります。期間内の受付分の入所決定は先着順ではありません。保育の必要性の高い方から先行いたします。詳しくは保育幼稚園か保育係内線3135-3136-3179までお問い合わせをお願いいたします。続きまして、マイナンバーカードの休日交付についてお知らせいたします。平日に市役所へ来られない方は、休日交付をご利用ください。休日開帳日は、11月26日土曜日、27日日曜日、12月10日土曜日、11日日曜日。窓口受付時間は午前9時から11時30分。受付場所は市役所1階市民課窓口。受付業務はマイナンバーカードおよびマイナンバー通知カードの受け取りに関する業務。他の業務は受付できませんのでご了承ください。なお必ず事前に電話予約の上お越しください。詳しくは市民課内線3127-3128
3115までお問い合わせをお願いいたします。続きまして催しよりお伝えいたします。未来への創造躍進する文化第39回沖縄市文化祭についてお知らせいたします。沖縄市文化協会の会員による作品展示と技芸発表を行います。日時は11月26日土曜日、27日日曜日午前10時から午後6時まで。場所は沖縄市体育館。入場料は無料となっております。詳しくは沖縄市文化協会山内玉城まで。電話番号が932-6883 932-6883までお問い合わせをお願いいたします。以上、ハイサイ沖縄シティ、このコーナーは沖縄市の提供でお送りしました。時刻は9時12分を回りました。おい変な人がいる9時台も沖縄市中央パークアベニュー入り口、はい、国道330号線沿いにあります、はい、FM コザのスタジオから私アーズと山内がお届けしますよ。なんかね、言えない。何が330号線沿いになります。なんでかね、なんでかね、330号線沿い、335線沿い335線沿い、はい、言えましたね。言えたね。早口言葉みたいだな。早口言葉言えない。
花木さん、はいはい、自分でお店を経営している居酒屋だそうです。居酒屋ってとってもいいね。料理美味しそう。だし巻き卵美味しそうじゃない。なんで勝手に決めるの。これ京都って。京都、違う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 、京都っぽい名前だから何が、何が、あのお店の名前がってこと。そうそう、花木だって、花の木。へえ。どこでやってるんですかね。熊本って。あら、いいね。美味しそうだね。何が一番おすすめ。だし巻き卵ってよ。これさ、絶対美味しいやつでしょ。だし巻き卵が美味しいお店はもう全部美味しい。ね、言うよね。山内調査によると。だし巻き卵言うよね。はい、もう基本ですね。いいね。美味しそう。お腹すいた。だし巻き卵食べたい。馬刺しもやろうってよ。勝手に決めんな。はい。基本ですねって。それでは。この時間は、はい、沖縄地方のお天気と道路交通情報をお伝えしていきます、うん。まずはお天気からお伝えします。本日は晴れのち曇り。あ、でも曇るんですね。曇らんよ。曇らんね、うん。日中の最高気温は28度。それから降水確率は朝の6時から、夕方6時までが 10%、はい、夕方6時から夜の12時までが 20% となっております。うん。また本島中南部と、本島北部の沿岸の海域では明日にかけてうねりを伴った高波に注意してください。はい。本島地方では、本日空気が乾燥する見込みです。火の元、火の取り扱いに注意してください。以上ですかね。以上ですね。では続いて、道路交通情報をお伝えしていきます。はい。まずは沖縄自動車道からお伝えします。うん。とっても増えてますね。そうですね、最近工事が増えてます ね。年末に向けてですかね。まず、巨大インターと木の座間、はい、木の座インター間で、上下線ともに工事、第一走行規制となっております。はい。それから木インター付近でもこちらも工事で規制中となっております。はい。また木インター付近から石川インター付近、上りでもこちら長い工事規制中となっております。はい。石川から金まで長いですね。超長いですね。うん。それから、上りで沖縄北インターから南インターまでこちらも長い工事規制中となっております。はい。それから龍大バス停付近で上りでこちら故障車があります。うん。気をつけて走行してください。はい。それから下りでも龍大バス停付近、こちら工事規制中となっております。それから西原ジャンクションから那覇インターまでにかけて、こちらも工事第一走行規制となっております。西原ジャンクションから那覇インターにかけて、インターにかけて、はい。それからこれは西原ジャンクションから富城中地インター、うん、こちら上下線ともに、橋、そうですね、補修作業こちらも長いですね。一車線規制となっておりますので、これ上下線ですね。上下線気をつけて皆さん走行してください。そうですね、那覇空港道は、もう全部ですね。長いね。橋の補修工事のため一車線規制となっております。続いて一般道ですが、はい、今のところ目立った混雑渋滞はありません。国道58号線国体道路入り口で、那覇向け渋滞若干ですね、これはしております。ですね、工事の情報、国道329号線、南行き北行きともに、沖縄市小座十字路から大里まで下水道工事のため一車線規制が入ります。これはね、全部じゃなくてところどころに入りますので皆さん気をつけてください。一車線規制となっております。また国道58号線、牧港ぐすくまあたりで渋滞起きています。那覇向けですね、牧港ぐすくまあたり渋滞起きています。こちらも気をつけて通行してください。以上、道路交通情報をお伝えしました。はい。おいや、それから変な声がこちらから見えるお天気は妖怪の声がしたね。もうね、とっても晴れてる。お、マジだ
今一切返事返せなかった知ってますよとっても晴れてる、澄み切ってますよね。澄み切った青空ですね。ね、本当に曇るのかな。なんかもう今日あれだね、まあ毎度毎度この時期は多いですけど、うん、仕事やってられんよね。やってられんよね。ドライブ行きたいよね。いいね。あの朝からさ、ちょっとなんだっけ、ドライブインでさ、ドライブインシーサイドの、うんうん、あったかいスープ飲みたくない？あ、いいね。この時期あっち美味しいよね。クラムチャウダーですか？クラムチャウダー。あっちのクラムチャウダー美味しいよな。とっても美味しい。あの夜中いっぱいいますよね。いっぱいいる。12時以降入れないじゃないですか、店内には。うん、スープだけ買いに来る人いっぱいある。すごくないですか？そうそうそう、すごいよね、うん、すごい。いいな、冬になったらちょっとね、あの、ね、寂しげな海を眺めながら、あの、あんまり水が溜まってない海でしょ。そう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 、よく引いてるよね。そうでもね、子供遊ばせながらね、ちょっと寒い中飲むのもいいですね。いいね、いいですね。はい、以上かな。道路交通情報とお天気情報をお伝えいたしました。時刻は9時19分を回りました。リスちゃんが混迷中でございます名前言ってるのに違う人の名前を大丈夫ですかこの人は。もうなんかもう暴走してますよね。暴走してますね。どうしたんでしょうか。もやもやしてるんですかね。もやもや、うん、どういうこと。日々に。あ、そうでしょうねやってらんないんでしょうねはい、今日のテーマは手紙です。はい、メール来ておりますよ、手紙で、はい。つかぴーからかな。え、違う。あ、そうだ。あ、結構来てるんだね。つかぴーさんからかな。よんなよんなのつかぴーです。テーマ手紙。前沖縄出身で内地で芸能人で頑張っている人にファンレター出したら、数ヶ月したら返信カードはがきで送られてきていたよって話し変えます。ある沖縄のアーティストのファン同士で沖縄市と糸満市で文通していたよ。中学生の時だよ。中学生の時だったら余計楽しいね。文通とかいいな。なんか文通したい。やったことないか、やってみたいな。文通いいね。でも今多分文通あんま続かないだろうね。そうね。なんで続くかな。あの LINE とかでも、でも逆に続くのかな。あんまり返事とか返すの得意じゃないタイプでも。ああ、僕そのタイプですね。手紙続くかな、うん、3ヶ月とか飽きるはずね。半年とか。山内さん勝手に決めないでください絶対そうでしょ。僕でもね、酔っ払ったりしたら LINE したくなりますあの、ね、それはよく言える。ただの酔っ払いですねそうなんですか。ちょっとあれなのかな、寂しがりなのかな。そう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 お酒飲むとね、うん、いるよね。なんだろうね、酒飲むとさ、本当に LINE したくなって、なんかさ、探してから LINE してしまう。あ、あとあれでしょ、さ、もう電話もでしょ。そろそろアーズ行くかもよもうリスト、あのリスト削除されるの早い。アーズまでたどり着くのが早くないです。いないわけさそろそろアーズ行くかもな。何だ、あ、来たかって思うね。じゃあ来たら、うん、来たかと思ってね。あんまり邪険にしないでくださいねそしたら、うん、あずとけんけんのラブラブムービーで送り返す。え、もうそれしたら俺携帯叩き割るからえ、次会った時画面割れしたら、あ、投げたなって思って、ね、投げたなって思って。しかも大体寂しい時だからねこの一人で飲んだ最悪だね。投げるね、それは。投げますよ。あの、そのままあのお酒のグラスに入れるかもね。入れるね。ブクブクブクみたいなして自分しか損しないっていうはい、やめてくださいね。はい、続いてチャラチャラ AKB ファンさん、お、来ました。ヨーヨー、山ちゃん、かわいいアザーズ、うん、マイオアシス沖のリスナー皆さん、うん、おはちーす。おはちーす。もう電車乗り遅れてばっかりだわ。駅着いたら猛ダッシュしておっさんのビジネスカマン蹴りまくり。アホだなやめてください、そういうことは。いますよね、あのめっちゃぶつかってくる方めっちゃぶつかってくる方いるよね。いるよね。なんだろうねテーマ、うん、手紙。俺はですね、うん、中学の時ですかね、好きな女の子になかなか直接伝えられない、あなたならどうする、
こういう場合は手紙でしょう。手紙なら好きなこといろいろ書ける。直接言えないなら手紙、手紙以上だだからその雑ですね。雑だね。自分がやったエピソードを書けっつうの。でもさ、これ男の子さ、なんか直接伝えられない時手紙書く？友達とかも書いてる子いた？男の子から。いない。違う、いないよね、いない。だから女の子もらったら超嬉しくないです？中学生の時に。あー、そうだね、いないね。絶対嬉しい。あの回し手紙やったよ、クラスで。あれ楽しいよね。楽しい。なんとかって言えみたいなでもさ、あれをなんか先生とかがちょうど通る時にパタッと落とすやつとか、うん、あー、どんくさいのいたな。もういる、もう最悪。見つかってこれ何かみたいな。そう、 そう、全員しかも、お証拠残ってるさ、ね、いたね、面白いね。あれいいね、クラスのこの、いいよね、こんな感じね、手紙ね。山ちゃん、あずあず整いました。手紙とかけまして空気と解きます。その心はどちらも期待膨らみます。あー、うまいような。あの、惜しくない？惜しい、なんか惜しい、なんか惜しい、ね、なんか惜しい。あのさ、なんか惜しい。ちょっと難しいんだよ。あのさ、うまいんだけどさ、惜しい、なんか惜しい。あと一個来て、なんか惜しい。期待でしょ。雰囲気もさ、ちょっといいけ、いい感じだけど、あの空気の期待がさ、何か惜しい。惜しい。もうちょいだね。もうちょい頑張れ。ありがとうございます。嘆きすどうだったよ。まだまだ惜しいから。そうだね。うん、でもやってあげたらどうしたら優しいね。多分もう一回来るから大丈夫。じゃあまずやってあげて、大吉さんやって。もうそういうふりからやられたらとても恥ずかしいからさそうっすか、よくやってたでしょ。こういう前振りがあったら恥ずかしい。はい、お、チャラチャラ AKB ファンさんあれ、じゃあレンちゃん、うん、これ違う、青の軍団さんからですね、ちょっとクレームのメールが来ております、はい、ザイマサーズ山内さん早速だけど、一郎に物申す。8時台最後に曲流したさ、ハイドウィズヌンガラって言ってたよな。流れてたのは X ジャパンのヒデの方だよな多分よ、ヒデウィズヌンガラをハイドって呼んだだろハイドはラルクだろラルクハイドは小文字でハイドって書くんだよ。さっき月曜日えらいおいやんに勝つだなって、リクエスト。お、懐かしい、スカンチ。これなんでスカンチって知ってる？バンドがいたんだけど、すごい伝説のバンドなんですよ。恋のマジックポーション。このスカンチっていうのを逆から読んでごらん。アーズチンカスおい読んでってよ、お前言うからでしょ。おい、こらちょっとだいぶ山内さんが悪いからね今これ次くも、はい、ありがとう青の軍団さん。あ、でもありがとうございます、ごめんね。かつありがとうございます。ていうかさ、ハイデとかヒデとかさ、ハイデハイドとかヒデとかさ、ややこしい。ややこしいね。だって一応読み方はそうだもんね。そうそう、そう、読めるよね、うん、あ、だいぶ一緒じゃん。そうそう、全部一緒だよ。難しいねまあでも僕が悪いよねごめんね次、続いて来てますね、はい、来てますね。金馬さん、金アンド、あずさん、山内さん、おはようございます、うん、おはようございます。今日のテーマ、手紙。手紙なんて人生でもらったの 2,3 回しかないです。お、最近はメールとか LINE だから、手紙とかメモとかもらったらコロッとなっちゃいますねって。え、そうなの？でもそうだよ、でも手紙とかまだ超嬉しいよね。今時はメモに番号を書いてこっそり渡すなんてことはないんですかね。いや、でもありますよね、これ。あるの？全然知らない人だったら、うん、番号を書くしかないですもんね。そうだね、うん、え、でも喋る前に、これよっぽどのあれじゃない？すごいやつじゃない？あ、なんかあれだったら多いじゃないですか、なんかバイトの、うん、バイトっていうか、これ居酒屋の子に渡すとかありそうじゃない？でも居酒屋の子でもまずはいじらんとじゃない？そう、ちょっとね、この店員さ、うん、いい感じだなと思ってから渡すね。そうだよね、ちょっといじって、うん、渡す、渡すか、渡す人は渡すんじゃない？渡したことある？渡したことはない。渡したことはない。渡されたことはある？渡されたことはある。ユニクロである？ユニクロでも顔見知り、ちょっと知ってるけど、うんうんうん、からのはある。あ、何回か通っててってこと？あ、違う。そう、
昔ど学校ちょっとかぶったけど喋ったことはなくてみたいな、うんうん、でユニクロでお店に遊びにってかお買い物しに来てて何回か来てて、うん、でこれよかったらみたいな感じのはある。へえ、そういう人はどんな人だったんですか。普通の人、かっこいい、普通、普通かっこいいって言われる系じゃないけど普通ないいい人、いい人だった、うん、あ、じゃあ電話した、電話ってか普通に連絡はしましたよ、このメールかなんかで。そう、この書かれてる連絡先、うん、連絡してどうしたんですか。ちょっとだけ遊びに行ったくらい。あ、一応行ったんだ。行った、高校とかが一緒だったんですよ。あー、でもあんまりだった、だから全然特に発展をしなかったかな。なんでなんでなんであそこ聞く、聞くよ、いいよ普通に、いいよ、なんで知りたいし、そ、友達以上はないなって思った。あ、そうなんだ、うん、どこまで行ったの。ただ遊んだだけ、あのコーヒー飲みに行ったりとか。B まで行った。何も言ってない、ただドライブ行ったぐらい。ツイキャス更新してくださいね、はい、じゃあ、リクエストかけたいと思います。懐かしい、さっきあなたが言った、あ、恋の、あれ違う、そうです、スカンチで恋のマジックポーション。お送りしたのはアーノ軍団さんリクエストです。スカンチ、恋のマジックポーション。スカンチ、じゃあ逆から読んでください。読まないよ。
うまいけどね。時刻は9時34分を回りました。はいはい、今日のテーマは手紙。そうです、手紙で、メール来てますね。はい、はい、滋賀のゆうです。ゆうさんからいただきます。ゆうさんありがとうございます。山津さん、うん、あざーす。皆さんおはようございます。はい、俺は嫁とは文通で知り合って結婚しました。未だにその手紙の山が残ってます。超良くないですか。我が家の家宝、我が家の家宝も読めないですか。宝物だな。だって、え、家宝とってもいい家宝かなと思った。ほら、宝物ね。宝の物だな、うん、今の人はメールや LINE だから漢字が弱いんじゃないのかな。確かにそうかもな。すぐ変換すれば出るからね、書かなくても。そうだね、漢字全然書けなくなりましたね。読めはするけどね、僕はあ、どっちもどっちかな。 What? どっちもまあまあ読めるし、まあまあ読めないかな。勉強してるよ。いや、読めないよ、読めない読めないびっくりするわいいね、こういうの。今もでもあのラブラブっていうか、この思い寄せてる時期の手紙が残ってると恥ずかしくないですか、夫婦になった後に見るの。そうだね、僕の時代、あなたその手紙のやり取りって彼氏とかとしたことありますか。あるかな。ない。ないかな。でしょうね、覚えてない、うん、僕の時はまだメールも本当になくて携帯もなくて、電話か手紙だったんですよ、うん、でその時遠距離してた彼女がいて、うん、あ、最高、手紙だったの。手紙よく送ってきてくれてて、でもね、僕はもう手紙ごめんだけど書けないと、うん、字汚いし、うん、まあ忙しくはないけど忙しいって言ってからに言い訳して、うん、したら一方的に送ってくる、手紙なんだけど、嬉しかった。嬉しい。結構ね、やっぱ嬉しかったけどちょっとね重かったりもしたねでもいいよね、それほど愛がこもってたんだよ。ちょっと重いよねほら、いいこと、いいこと。手紙ちょっと重いかもね、なんかほら心をストレートにぶつけてくるから、うん、手紙ね、ちょっとね重いよね何回言うかな今その当時の気持ちだいぶ蘇ってきたでしょ。蘇った、いい話にしようと思ったけど、なんか言うと思ったけど重かった、重かったわけよいや、手紙はいいよ、大事だな。そしてですね、取っといてたんですよ、うんうん、まあ別に捨てられないし、うん、そういうのって、うん、そしたらやっぱり結婚するときに、まあいろいろ引っ越しとかあるわけですよ、うん、それでね、どっか行っちゃったね。でも捨ててはないんだ。捨てた、わかんない、捨てたかも、覚えてない、覚えてない。どっかが出てきたら、それが中学生ぐらいになったあんちゃんとか見つけたらやばいね。やばいね、誰みたいなね、うん、うわ。で、その当時は友達とかからも手紙来てたわけ、女の友達ね、はいはいはい、男じゃないですよ、うん、男の友達はね、もう電話で元気かみたいな感じだったんだけど、うん、女の友達からも手紙来たりしてて、へえ、なんか楽しそう。なんかポストに自分宛てのものが入ってるってとってもワクワクする。今全然ないさ。ああ、そうだね、もう家のポストなんて あれでしょ、なんかの支払いとか、うん、請求書のやつ、支払いとかチラシとか、ね、チラシとかオンリーさ、オンリーだね。あとどっかのお店のなんかお得な情報みたいなとか、チラシね、それねとかさ、自分宛てのさ手紙なんて入ってたらもうそうだね、うん、だからずっと僕は開けないことも多いですよね、郵便箱ね。そうよね、箱ね、どうせ請求書とチラシだろうっつって、うん、したら下の方にいつ出したかわからない昔の彼女から手紙前さ、どうする連絡取ってお願いするんお願いします続いて青野軍団さん、恋のマジックポーション最高じゃない。ちなみにボーカルのローリーは牧原紀之のいとこって知ってた。って、そうでしたね。もうさ、ちょっとさ、このローリーっていうやつとっても面白かったんだよ。はあ、全然知らないでしょ、うん、笑っていいともとかにも出てたんで。へえ、うん、全然知らない、ロックバンドのくせに。スカンチっていうこのさ、うん、バンド名のくせにだよ。
お昼に出てるんだよ面白かったっすよ。いいね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてチャラチャラい AKB ファンさん、おおお、山ちゃん、あざあず、前オアシスお聞きのリスナーの皆さん、はい、2回目おはちーす。長文になったら時間ないから2回目テーマ、テーマ手紙、またまた中学3年の時かな、うん、文通募集雑誌があって、それで韓国の雑誌を発行している男性の人と文通で知り合い、うん、俺のことを韓国雑誌に紹介してくれると言ったので喜んで載せてもらったさって。そしたらよ、有名リスナーみたいに30通くらい学生の子から OL みたいな子まで写真入りで可愛い子ばっかりよって。手紙たくさん来たのはええけど俺韓国語読めねえ、あちゃー韓国の可愛い子ゲットしたかったのに結局返事できず、うん、手紙がたまるばかりだぜ。え、すごくないですか。どういうこと、韓国人の、うん、すごいね、すごいね、韓国人可愛い子いっぱいいるさね。いやでも同じ顔だけどね、いったくさ作ってるからね同じ顔は多いけどもへ、そんなこともあるの。韓国の方より中国とか台湾の方がいいですよ。台湾、あー、うん、綺麗よね、台湾とか綺麗綺麗、しかもさスタイルも超いいよ、いいよね、なんかボン、うん、キュッボンボンだよね、うん、いいよねいいっすよ。2回目整いました。お、手紙とかけましてカッターと解きます、うん、なんでやねん。その心はどちらも切って使います、うん、おお上手、ハサミがよかったんじゃない。なんでハサミだったらさ切ってには使えないでしょ。切るんでしょ。あ、手紙とかけましてでしょ。でも、うん、いや、カッターでハサミ、これはどうよ。ケンケン、ごめん、明日の休憩室もらってもいいかなありがとう、うわじゃあ全部3回も3回送ってきてくれたからありがとうございます、はい、ありがとうございます。3回投げキスしましたね今ねでもさ、あなたのキス変だよ。なんかそう口開けながらあーってやってるだろまあ人それぞれだからね。あ、そうですね、うん、カッシーさん、小学校6年の時に三重から奈良に転校したんだけど、うん、三重のお友達6人から授業で手紙を書こうってことになって、ね、お手紙が来たのは嬉しかったな、お返事書きましたよってことで超嬉しいね。そういうのはね、嬉しいですね。で転校した、しかも小学校の時に転校した後でしょ、とっても嬉しい。前の学校から来たら、ね、これ先生がいいね、いいね、それとも生徒が自発的にやったのかな。まあどっちもいいですよね、うん、ちゃんと先生が書く、書こうって言ってちゃんと書いてくれるのね、うん、いいですね、いいね。大塚健二さん、昔夜のお姉さんが名刺の裏に携帯番号アドレス書いてあるのくれたっけ。あの頃まだ連れてってもらってたから、え、俺だけなんて舞い上がったな、いい社会勉強させてもらったということで、わかるわ舞い上がるさね、うん、したら先輩とかに言ったら、あ、これ俺ももらってるから大丈夫よみたいな、もう相手にもしてくれない感じ、もう普通なんですよそれ。でもこっちは前嬉しいもんね。嬉しい、名刺の裏にさ携帯書いてあるわけ、うん、嬉しいっつって、お、俺だけにみたいな、俺だけにって最初だけだね。でも本当に思ったの、一番最初だけ、もうあとはね全然思わん。はいはいはい、いいよいいよ、いらないよみたいなそうだね、一番最初絶対嬉しいよね。嬉しい、うん、手紙まだまだ募集しております。メールアドレス言っときましょう。メールアドレスは761@fmkoza.jp、うん、761@fmkoza.jp までお願いします。出ました、アンジェラさん、はい、チャラ AKB さんのリクエスト、アンジェラさんで手紙。
さあ、お送りしているのは AKB ファンさんのリクエストですね。アンジェラアキで背景15の君へ手紙。波線背景15の君へ波線スタンリングバージョン、ストリングバージョンでございます。ストリングバージョン、ストリングバージョンでございます。ニヤニヤして何も言わないでこっちを見るのをやめてもらえますか。何ですかね、手紙。大塚健二さん、結婚したての頃喧嘩をすると取っておいた手紙を突き出し、あの頃のあなたはどこ行ったのと最終兵器にされてました。やば、その手使われたらどうします。もう嫌だね。しかも喧嘩してる時にだよ。あ、もう嫌だ。嫌だね。嫌だ嫌だ。怖いな、女性は怖いな。はい、メールも来てますよ。はい、ハイゼットさん、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。あずさん、山津さん、ハイサイ、おはようございます。ハイゼットです。ハイゼットさん、土曜日から風邪ひいてデイジしてるよ。風邪多いな今の時期。とっても多くないですか。多い、やばいね。得意の扁桃腺腫れてよ。あれ得意だな。そうなの。熱はひいたけど喉痛いさ。いや、して手紙ね、うん、手紙は苦手です。分かる。字が汚いから恥ずかしいし、分かる。文章力もないからね。俺は文章力漢字も弱いし、うん、アメリカに留学しに行ってた元カノと付き合ってた時、うん、まあ LINE もしてたけど、うん、たまに手紙も書きましたよ。リクエストされてよ。自分が送ったのにあの、うん、写メ撮って、うん、来たよって言われて自分のひどい字を見るのが嫌だったな。それ以来書いたことないです。てか嫌がらせだよね。でもハヤトさんいい人じゃないですか、ね、あのリクエストされて嫌だけど書くっていうの、うん、優しい。優しいね、うん、どうでしょうか。超嬉しかったですね。彼女手紙あのしゃべるほど、まあね、嬉しくてしゃべるあれだけど、なんていうんですかね、書いて、あ、そっか、可愛く言われたらあれだね、うん、書いちゃうね。しかも好きだったら、そうだね、書くよね、きっと。離れてるしね、この時。うん、遠距離で。何と一緒に送るかにもよりますね。そうなると、じゃあ手紙と一緒に何か送る、何か送りたくなり、ならない。そうだね、どうせならね、うん、どうしよっか、パンツとか。あのいたずら誕生日のプレゼントみたいな ね。でもパンツかよって思うだろうね。使えねえって思うはずね、いたずら系で送ったら。アメリカでね。使われたら困るよね、遠距離してる時に、ね、そうだね、やめよっか。やめよ。そういうのよくない。よくないね、アメリカでは特に。やめときましょう。続いて、続いて、ガンダムファイターアルゴガルスキース。あ、アルゴさん、昨夜は石垣島のリスナーと他のラジオの方々と飲みました。いいね、熱いリスナーが番組をさらに盛り上げるんでしょうね。ありがとうございます。テーマ、いいね、手紙。いいね、こういうの、うん、僕は数年前に未来の自分に手紙を書いて忘れるぞと思ってたら予想通り忘れて、うん、何気なく片付けしてたら数年後に書いた自分への手紙に反省と勇気をもらいました。 お二人はしたことありますか。いい、ね、また書こうかな。これやろうか。いい、ね、やる、やろう。あ、 お互いにやるか。じゃあ逆に、あ、そうする、うん、何年後のアズウェみたいな。やろう。ケンケンと結婚しているんでしょうみたいな。その時にさ、もう最悪なパターンとは最悪だよね。だからさ、だから書く。いいね、こういうの、うん、いいね、未来に書くの。あら、なんか新しいな。これいいな。新しいね、やりたいね。やりたい。これしかもあれかな、このアルコさん自分のお家に置いといたのかな、それとも郵便局に。違う、郵便局だろ。何年後かに送ってみたいな。あるよね、うん、ただ俺今40歳、うん、じゃあ何年後よっていう話だよ。10年後として50ですよ。50の僕に40からの僕からって、あ、もう変わらんなみたいな。ね、確かに。じゃああれは、あの、あんちゃんたちのこのちっちゃい子の写真とかを入れとくわけよ。あ、あんちゃんに送ろうかな。あ、やばい、ゆずきと息子とあんちゃんに。やばくない、10年後の君へみたいな。でもさ、10年後何歳、中学生だったら避けた方がよくない。20歳の時に送ったら、20歳のあんちゃんと。中学はダメか。中学は避けた方がいい。あれってそうだから。君たちは今反抗期真っ最中でしょうっつって。そう、よく言いなです。話を聞きなさいちゃん。
みたいな。やってみないです。二十歳おめでとう、今書いたら超良くない？二十歳おめでとう書こうかな、うん、絶対感動する、うん、この時からこんなに思ってくれてたのって。そうだね、うん、ちょっと書きます。感動するはずよ、本当に書いてよ、絶対感動するから。そうだね、うん、本当に書く、うん、ちょっとね書くちゃんと、うん、いいね。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて大塚健二さん、あつさん、山津さん、こんにちは、うん、大塚健二です。お題、手紙。手紙ではありませんが、母が永眠して写真や日記が出てきた時、うん、18年前、あの時は日記読んだり写真見て泣きましたね。わかるわ。幼稚園の頃、これは50年前にね、うん、使っていたお弁当箱、今はハンコ、画鋲入れに使ってます。え、すごい、すごい、まだ残ってるのがすごいですね。すごい。番組楽しみに見て聞いてます。失礼します。ありがとう。あ、弁当箱しかもかっこよくないです？ねえ、これ何年前って？これ何？いいね。50年前、超かっこいいんだけど。なんか近未来ですね。上等。わかる。僕もね、母親が残した日記とか見てね。日記とか書くんですね。うち闘病してたわけ。あ、そうなんだ。その時に書いた手紙見て、やばいね、もうね、号泣。号泣。あー、やばいね。59。59。何そのひらめいた感。最後来てますね。ラスト、山ちゃん、あずあず、今整いました。はい。怒った嫁の手紙とかけまして、はい、風邪で喉の痛みと解きます、はい、その心はどちらも扁桃腺。うまい。扁桃腺うまい。今日一じゃないですか。何？扁桃腺って。扁桃腺、喉のと、うん、あと扁桃腺ってこと。怒った嫁。ほう、うまい。うまい。山津さん、投げキス。変だよそれ。あ？アズの真似した。うまいね。うまい。ラストと思ったら、ゆうさんから第二弾。SNS、LINE、ミクシー、ツイッター、フェイスブックなどで出会いを求めてやり取り。漢字の変換が間違いばかり。文にもなってない。ほとんどが箇条書き。手紙を書くことも大事だよ。メールでやり取りしていたらそのメールは消えてしまう。悲しくない？50歳の俺は学生の時は携帯なんてなかったから、ほとんど手紙のやり取りばかり。日記も手書きということで。とってもいい。もう本当にそう思いません？このメールのやり取りとか、このフェイスブックに全部載せてるのとか、全部いつか消えますからね、これがなくなったら。うん、ものにするべきだよね。やってください。そうね。じゃあ日記書く。日記続く？続かんね。うん、 SNS でも続く。やめよう。やめか。じゃあもうさよならですよ。さよならですね、うん、楽しかったね。今日もたくさんお手紙ってさ、コメントありがとうございます。ありがとうございました。それではまた来週。さよなら。さよなら。